Continuing on with a little bit more of our hostess stuff, we've got some more conversations to do to get to their final, well, basically to get their final conversation and their actual sub-story going on. So we're going to go ahead and get these out of the way. We're going to start as usual, trash, should we grab it, we'll do it again. Let's do it! Now, let's see, is this her... Damn, I don't even know how close we could be to her final one. So, ネタがちょっと行き詰まっちゃいまして、スランプに陥っちゃってるんですよね。どんな漫画を描いてるんだ。 80年代後半、 バブルの頃を舞台にしたラブコメなんですけど、なかなかいい展開が思いつかなくて。おお、それはまたなかなか斬新な設定だな。そうだ、 桐生さん、当時のこと知ってますよね。印象に残ってることがあれば教えてくれませんか。バブルの頃の思い出か。そうだな、親友といつもバカやって遊んでた。懐かしいぜ。 親友さんですか？私もお会いしてみたいです。<笑>俺もまた会えるもんなら会いてんだがな。今は随分と遠いところに行っちまったんだ。そうなんですか。だがあいつとの思い出があるから今の俺がある。なかなか楽しいもんだったぜ。朝までカラオケしたり、 遠くまでドライブしたり、喧嘩もよくしたな。素敵なお友達なんですね。いいな、私は親友と呼べる人がいなかったので羨ましいです。これから見つけていけばいいさ。校舎員の連中だってみんな気のいい奴らだ。<笑>そうですね。でも 男性同士の熱い友情か。なんだか熱いものが込み上げてきました。Oh, please don't ride any yaoi. Please don't. そうか。まあ、書いている漫画の趣旨がぶれないようにな。うん、いいかも。友情を超えた愛情とか。うん。 だが、漫画のネタを探すのも大変そうだな。そうですね。もっと情報のアンテナを広く張りたいんですけど。そうだ、桐生さん、どこか面白いネタが集まりそうな場所とかご存知ないですか？Well, people talk about a lot of things in a bar. バーとかどうだ？ 近くのステールは店員も客も人生経験豊富なやつが多いからおすすめだぜ。翔子は美人だからおごってもらえるかもしれないしな。あら、お上手ですね、桐生さん。<笑>それなら通ってみようかな。実は私、あちらのお客様からですってやつにもちょっと憧れてたんですよね。 もし誰もやってくれなかったら、桐生さんがやってくださいね。あ、お金は出しますから。お前、それでいいのか。さっきラブコメ漫画を描いていると言っていたな。はい、主人公の女の子が男の子のことを追いかける感じの設定です。ほう、その女の子に 自分を重ねて描いたりするのか？そうですね。ヒロインが好きな男の子は、実際に私が好きな人をモチーフにしたりしてます。ほっほう。
ということは翔子は恋愛中か。そいつはどんなやつなんだ。かっこよくて優しくて面白くて、仲間のことを大切にしてくれて、私のこともすごく気にかけてくれて、ふむふむ、本当の笑顔を忘れていた私に笑顔を取り戻させてくれた人かな。おい、それってもしかして。ひょっとして俺のことかなんてな。さあどうでしょう、合ってるかもしれませんよ。おいおい、大人をからかわないでくれよ。まあどこの誰かは知らんが、翔子から思われてるなんて幸せなやつだな。そうですね。何ですか、私の顔に何かついてます。いや、さっきも少し言ったが、翔子の顔つきが最近明るくなった気がしてな。そうですか。ああ、毎日楽しく過ごしているのか。はい、こんなに充実した毎日が送れるなんて思ってもいませんでした。キリュウさんとフォーシャインのみんなには感謝してもしきれません。それはこちらも同じだ。翔子には助けられてるぜ。ありがとうございます。これから仕事もプライベートも楽しく頑張ります。そういえば、今描いている漫画ができたらどうするんだ。別にどうもしないですよ。棚にしまってたまに読み返したりするぐらいですかね。そうなのか。だがせっかく描いたんだから。俺に見せてくれよ。え、そう言ってもらえるのは嬉しいですけど、ちょっと恥ずかしいです。まだまだ下手ですし、もう少し自信をつけてからならいいかなと思いますけど。自信か。なら雑誌でよく募集している新人賞にでも応募してみたらどうだ。新人賞ですか。ああ、受かったら自信だってつくんじゃねえか。その時になったら改めて読ませてくれよ。確かに最近は誰かに読んでもらいたいってちょっと思ったりもするんですよね。せっかくだし応募してみようかな。ああ、応援するぜ。ありがとうございます。でも落ちても笑わないでくださいね。笑わねえから安心して応募してこい。はい。Very good. Now the problem here is that I'm just gonna have to literally go through shifts here for kind of no reason.Okay, so we're on Koyuki's last one. She didn't know where else to turn, dude. それで困ったことってのは何なんだ？男の人にこういう相談をするのも恥ずかしい話なんですけど、今朝起きたらベランダに干してたはずのパンツが消えてたんですよ。パンツってまさか盗まれたのか。多分そうだと思います。昨晩は風とか吹いてなかったですし、
3階だったんで大丈夫だろうと思ってたんですけど、やっぱり部屋の中に干さないとダメですね。はあ、キリュウさん、こういう時ってどうしたらいいんですかね。The poor girl doesn't sound like she's having a good time, and I'm not actually don't even know what's happening. Wait, what? I'm sorry, I wasn't paying attention. What? What happened to her panties? What? 安心しろ。俺が犯人を探してやる。本当ですか？ありがとうございます。さすがキリュウさん、頼もしいです。でも、どうやって探すんですか？私、昨晩はぐっすりだったので、何も覚えてないですし。そうなのか。どうするか。小雪のパンツの特徴を聞くわけにもいかねえしな。え？キリュウさん、何か勘違いしてませんか？ん？勘違いだと？あれ？私、自分のパンツって言いましたっけ？亡くなったのは私のおばあちゃんのですよ。なんだと。昨日うちに泊まりに来てたんですよ。だから普段より洗濯物増えて外に干すしかなくなったんです。なるほどな。あれ、キリュウさん、なんか元気なくなりました？いやそんなことはないぞ。どちらにしろ犯人は見つけないとな。ありがとうございます。だが、普段小雪が一人暮らしなら、小雪のものだと間違われた可能性があるな。そんな、私のパンツなんて盗む価値ないですよ。俺が守ってやる。この世の中は、小雪が思ってる以上に危険が溢れている。小雪は魅力的な女だ。どんな輩が狙っているかわからない。だからもっと自覚を持たないとダメだ。それでも危なくなった時は俺が守ってやる。キリュウさん、ありがとうございます。魅力的なんて言ってくれて嬉しいな。キリュウさんに守ってもらえるなんて、私絶対に守ってやる。お前のパンツをな。パンツの方ですか？そうだ、キリュウさん、もう一つ。 What the fuck is going on? 今度はなんだ？ブラジャーでも盗まれたのか？もう違いますよ、キリュウさんのスケベ、エッチ、スケッチ、ワンタッチ。小雪、お前古いな。もうすぐユキさんの誕生日らしいので、何かプレゼントしたいなって考えてるんです。ほう、いいじゃねえか。でも何あげようか迷ってて、何かいいプレゼントないですかね。ユキへのプレゼントか。そうだな。I swear to God, if I see panties on the list. ブランドのバッグとかはどうだ？女性ならみんな喜ぶと思うが。なるほど。確かに使えるものですしね。でもブランドものだと結構な値段しますよね。まあ、そうかもな。私、学費とかいろいろ払ってるからそんなにお金ないし。チラ？ん？誰かカンパしてくれる人はいないかしら。チラ？俺はカンパはしないぞ。いいじゃないですか、店長。ユキさんの笑顔のためですよ。カンパ！やはり安いもんにしよう。寄せ書きなんかどうだ？ What the hell, man? I just, what the? 寄せ書きか。なるほど。確かにいいかもしれませんね。ユキさん喜びそう。ああ、ユキのことだ。号泣間違いなしだな。そうですね。何
涙で濡れたユキさんのご尊が。ああ、楽しみだな。写真に撮らないと。ほどほどにしておけよ。ウキキキキ。しかし、こういう気はユキのことが本当に好きなんだな。はい、大好きです。でもそれと同じくらい、今はフォーシャインのことが大好きです。お客さんを大事にして、キャストみんなで一丸となって頑張れる。それってすごく素敵なことですよね。ずっとフォーシャインが続けばいいのにな。ずっとこの時間が続けばいいのになって思います。そうか。そう言ってもらえると、天長冥利に尽きるな。キリュウさんのおかげです。キリュウさんがいなかったら、きっとフォーシャインは神崎さんに潰されてました。キリュウさんがいると、みんな笑顔になる。店長としてだけでなく、人として素敵な人だなと思います。小雪。その、ユキさんと同じくらい。キリュウさんも、私にとって大切な人です。Whoa. Okay. 俺も同じ気持ちだぜ、小雪。え、キリュウさんも？ああ。俺にとっても小雪はかけがえのない大切な存在だ。それはそのキャストとして？それとも一人の女性として？さあ、どっちだろうな。だが確かなのは、それくらいお前は魅力的で、俺にとって大事なやつだってことだ。だから、これからもよろしく頼むぜ。はい、もちろんです。ずっとずっと、キリュウさんのそばにいさせてください。私、今まで以上に頑張りますから。ああ、楽しみにしている。Well, all right. Okay, so that's ready to go. Now we're gonna go talk with Yua again. She's definitely gonna take a while to get hers ready. な人が多いんですかね。ん？どうかしたのか。前の店の時よりも積極的な方が多くって、この前も何もない日にプレゼントくれたりとか。ほう。だがそのくらい他の店でもありそうだが。それがそのプレゼント、なんと車だったんです。おお、車だと。はい、さすがに慌てちゃいましたね。車をプレゼントなんてなかなかできるもんじゃない。それだけユアは愛されてるってことさ。そうですね。あ、もちろん車はお返ししましたけどね。でも嬉しいけど悪いなーって気もしちゃって、こんなことまでしなくても愛は伝わってるのにって。ならそれを言ってやればいいさ。客からの気持ちが一番嬉しいのと同じように、ユアからの気持ちが客も一番嬉しいはずさ。キリュウさん、確かにそうですね。ユア、感謝の気持ちをもっと伝えようっと。うん、
とみんな喜ぶさ。しかしユアはモテるみたいだな。言い寄ってくる客の中に気になるやつはいないのか。みんないい人ですけど、恋愛対象に思える人はいないかな。ユアの理想が高すぎなのかな。どんなタイプがいいんだ。強いて言うなら、かっこよくて、優しくて、強くて、お金持ちで、白馬に乗ってる王子様かな。なるほどな。ユアなら出会えると思うぞ。本当ですか？キリュウさんがそう言うなら期待しちゃおっかな。ちなみにかなり理想に近い人は見つけたんですけどね。おお、そうなのか。はい、白馬には乗ってないんですけど、それ以外は完璧な人がいて。おお、なら、そいつが今後白馬に乗るか注目しないとな。そうですね。早く乗ってくれないかな、その人。しかし客からの人気もかなりのもんだ。Crap, I forgot we gotta do shit with Kiara too. キャバ嬢としての才能が。We gotta have like three dinners with Kiara, which means we gotta have like one more with you. God damn, we're not even close to being done. 才能があるかっていうと、どうだろう。どうしてそう思うんだ。だってユア、ボンミスが多いんですよ。ドジっ子だし、細かい失敗も今もたくさんしてます。特に困ってるのは、お客さんの名前をよく間違えちゃうことなんですよね。間違える？うん、キリュウさんも最初はキリナマさんだと思ってたし、ソウテンボリも青天堀って読んでたし。ユア、You're kind of dumb, huh? そんなところも含めてお前の魅力だと思うぜ。ドジっ子が好きな男も多いからな。キリュウさん、ありがとうございます。でも人によっては失礼に思う人もいると思うし、ミスは減らしていきたいな。ああ、ユアが気になるなら勉強してみてもいいかもな。手伝うぜ。本当ですか？じゃあその時は家庭教師お願いしますね。ん？あれあれあれ？どうかしたのか？早速ですけど、この漢字読めないな。仕方ないな、ユアは。どれ、俺が教えてやろう。うわ、ありがとうございます。これなんですけど。この文字か。うん、お寿司屋さんって難しい漢字が多くって、ユアってダメな子だな。この文字は、これは、すまん。わからない。It's time to admit that we just don't know. キリュウさんもわからないんですか？ああ、魚は難しい漢字が多いからな。俺もわからないものは多いぜ。そっか、ならよかった。キリュウさんが読めないならユアも読めなくていいや。おいおい、こんなことでいちいち落ち込まないようにしよう。 That was apparently the best answer. それくらいの気持ちでもいいかもしれないな。Oh well, it could have been worse. Could have completely sucked.
Well, I guess I'm really just gonna be doing nothing but cabaret today. 'Cause every night I will see